ロブリード・ブリュイン・ファン・エッケンシュタイン転移反応、または、ロブリード・ブリュイン・アルベルダ・ファン・エッケンシュタイン転移反応は、塩基を触媒とした、アルドースマイナス・ケトース間の異性化反応である。この反応は1885年に、ロブリード・ブリュインとアルベルダ・ファン・エッケンシュタインによって、発見された。また、この反応は、ケトースの工業生産に利用されている。 次の図は反応機構を表す。R は任意の有機残機。反応物と生成物の化学平行は濃度、溶媒、pH、温度に依存する。この反応ではアルドスとケトースの平行混合物が得られ、グリセルアルデヒドとジヒドロキシアセトンのそれはグリセロースと呼ばれる。最初の脱水素化の起こる炭素原子は立体中心として振る舞い、 平行反応によって、エピマー化が起こる。立体化学は反応中、エノール型になる段階で失われる。例えば数の反応では、最終的に、グルコースと、フルクトースとマンノースの混合物が得られる。アンガヤル、SJ、ザ・ローブリー・デブルン・アルバーダ・バン・イーカンスタイン、トランスフォーメーションリレーテッドリアクションズ、イン、グライコサイアンス、エピメリサチオン。 イソメリサチオンアンドリアレンジメントリアクションズオブカーベハイドレイツボリューム215スプリンガー・バーラグベルリン2001-114ありがとうございます。